ひらの仕様、キシユタの誕生日会の真相キング、リンチェプリンスとこぼしいをも置き去りにしたリュウトはトップは、こんにちは、皆さん。ひらの仕様のインスタグラム生配信で明らかにされた、キング、リンチェプリンスナングボーキシユタの誕生日会の真相に迫りますマックス。この興味深いエピソードは、高橋山との関係についても一緒に考える機会となります。 平野氏を5人で開催した岸太の誕生日会を振り返る。先日、キング、リンチェのメンバー長瀬角のラジオ番組長瀬角の味を歌ってレイディー・オー・ゴーデン、高橋山と岸太がゲスト出演しメンバー、5人で開催された岸太の誕生日会について話題になりましたた。 その中で、高橋が酔い潰れた際、他の4人メンバーは彼を置いて帰ったことが明らかにされました。なぜ、高橋は置き去りにされたのでしょうかラジオで高橋から、一番怖いの仕様じゃない酔ってないで、シラフの状態で俺を平気で置いてくんでしょと冗談交じりに言われたことから平野はこの出来事を振り返り、その真相に迫ります。平野のエピソード。 平野は笑いながら多分置いて帰ったとコメントしましたが彼自身も高橋を置いて帰る理由はなかったと主張しました。彼は自身の優しさを証明するエピソードを披露しました。それはアマと共通の友人の誕生日パーティーで高橋が酔いつぶれた際平野が車で酔った高橋を家まで送り届けたというものです。 また、岸優太の誕生日についても言及し、その時の様子を振り返りました。彼は岸優太が、岸くんバースデーと描かれたハットをこむっていた、と述べ、高橋を置いて帰ったことについて、関係ないでしょ。飲むなら飲まれるなって笑い、と語りました。平野は、あいつが勝手に飲まれてて、置いて帰った、と述べ、さらに、別日に俺一人で救いに行っているからね。 それならみんなの方が置いていっているじゃん、と笑いながら話しました。平野紫耀院内に横浜流れ星サプライズ登場。さらに、この生配信中には映画、ハニーで共演した横浜流れ星がサプライズ登場しました。この突然のコラボにファンからは驚きの声が上がりました。平野紫耀の生配信は、 彼の友情やメンバー間の関係についての興味深いエピソードが豊富に含まれており、ファンにとっては必見の瞬間でした。このエピソードから、キング、リンチェのメンバーたちの絆や友情が垣間見えますマッス。誕生日会の真相に笑顔で応える平野の姿勢は、彼の優しさや仲間思いの一面を浮き彫りにしています。以上。 平野紫仕様のインスタグラム生配信から明らかになった、シユータの誕生日会の真相と高橋山を置き去りにした理由についての報告でした。彼らの友情とメンバー間の愛情に、ファンは改めて感銘を受けたことでしょう。